こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、まあ、仕事が休みで、実はね、昨日までね、3日間、まあ、研修がありまして、まあよくね、地獄の研修なんてね、そんなことをね言う人がいて、地獄の研修なんてね、最初聞いた時にどんな恐ろしい研修なんだろうなんて、そんな風に思ったら、まあそれはね、比喩っていうか、まあ、ただただね、眠いだけの、ね、研修っていうそんな感じで、まあ、実際ね、食後、まあ、昼休み終わった後、まあ、食事をね食べた後の午後のね、まあ、研修授業はね、本当にね、まあ、地獄だったなって、もう眠くてね、本当に地獄だななんて、そんなことをね感じた、まあ、3日間でした。まあ、昨日でね、まあ、終了しまして、今日はまあお休みっていうことで朝ウォーキングに出てきたんですが、まあ、雲はね多いんですが、富士山もねこ うっすら、まあ、影のような感じで見えてて、本当にね、まあ、朝ウォーキング出てくると本当一日が、まあ、気持ちよくスタートできるななんて、そんな風にね思っております。はい、それでね、今日何話そうかななんて、そんな風にね思ってたんですけど、まあ、笑顔のね、まあ、話なんですけど、自分はね、まあ、スマイルアスリートって言って、本当にね、まあ、笑顔っていうのが苦手で、まあ、口角もねこんな下がっていて、なかなかね笑顔っていうの普段意識も何もしてないで、本当にいつもねこうムスッとしたような、そんなね顔だったと思うんですけど、まあ、笑顔をね意識するようになって、まあこう、まあ、心からねこう笑わなくてもこう意識するだけで、本当にね、まあ、気持ちっていうのも全然変わってきますし、まあ顔がね笑顔に、まあ心の中でね笑ってなくても顔が笑顔であれば、まあ、脳っていうのがね、あ、今楽しいことがあるんだって言ってね、どんどんこう楽しいことをね、まあ、思いつかしてくれるみたいな、そんなね感じなんですけど、笑顔にもねやっぱり2種類ありまして、まあ、今自分が言ったように、まあ、作り笑顔、まあ、意識してね笑顔をするっていうのと、もう一つは、まあ、本当にね心の底からこう笑えること、まあ、例えばお笑い番組を見るとか、友達とね楽しい話をしている時とか、そんな時っていうのは、まあ、無意識でね笑顔になっていて、まあ、それもねすごくねいいと思うんですけど、まあ、作り笑顔、まあ、自分がねスマイルアスリートでやってきた作り笑顔っていうのもね、まあ、本当にねいいことだなぁなんて思うんですけど、なぜねそれがいいかっていうと、まあ、笑顔っていうのは、まあ、無料でできるもんなんですけど、まあ、人とねもし一緒にいる時に、まあ、むすっとしてたら、本当にねこう相手の方もねすごくね、まあ、こう何起こってんだろうとかねこう気にしてしまうけど、まあ、笑顔っていうのは本当にね、まあ、ギフトっていうかプレゼントになるんじゃないかななんて思います。まあ、人にね何か与えると運が良くなるとかね、まあ、そんな先にねこう与えるとか、まあ、と成功するとかね運が良くなるとか、まあ、お金をねこう募金しなさいとかね、そんなような、ね、ことをねよく言ってるんですけど、一番こう手っ取り早く、それでしかも無料で簡単にできるのっていうのは、やっぱりねもう笑顔なんじゃないかななんて、そうやってね意識して、まあ、笑顔でいれば、まあ、相手の方もね本当に気持ちいいっていうかね、気持ちよくねこう接しられるし、まあ、それでね、まあ、自分もねこう上機嫌になれるっていうものだと思うので、やっぱりね笑顔って常にね意識して、まあ、どんな時でもね笑顔でいようって自分はね決めているんですけど、なかなかねマスクしてしまうと、こう昨日もね、まあ、なんかずっとね研修中難しい顔してたのかなとかね、そんなこともね思ってはいたんですけど、でもね、まあ、ふっとねこうした時にこう笑顔をね意識して、まあ、人とねこう対面する時は絶対ねできるだけじゃなくて絶対笑顔で、まあ、接しようっていう、そんな風にね思ってから、本当にこう、まあ、頼まれ事も増えたりとか、本当に運もね良くなったりとか、まあ、どんどんねいいことばっかり起きてるっていうのも、ね、やっぱりね笑顔があったからかななんて、そんな風にね思います。まあ、以前ね、まあ、前回ぐらいかな、ついてるっていうねそんな話をして、まあ、自分はどんどん運がね、まあ、ついてることが多くなったんですけど、それプラスアルファ笑顔がねあったから、まあ、自分のね機嫌もいつもね上機嫌でいられるようになって、それでまあ、人からもねこう、まあ、コミュニケーションが本当に苦手だったんですけど、人からね頼まれ事とか、まあ、そういったことも増えてきたっていうのは、まあ、笑顔っていうのもね、まあ、すごくね重要なポイントだったのかななんて、そんな風にね思っております。はい、ではね今日はちょっと短いですが、自分
ね、笑顔をね意識しているっていうことで、まあ、笑顔はねギフトになる、まあ、無料でできるね、本当にね人にね与えられるものっていう風にね自分は思って、それで自分のね機嫌もよくできるものっていうことで笑顔のね話をしてみました。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。